皆さんこんにちは。レックス演技講師の敦田です。それでは2024年1月、FP 本試験の、3級の、公表を始めていきたいと思います。まず、本試験を受験された皆様お疲れ様でした。で、まあ、今回、3級ということで、ですね、まあ、対象にしている、今回の公表の対象が、共通の学科試験と、選択式になりますけども、日本 FP 協会の、こちら資産設計提案業務と、金融財政事情研究会につきましては複数科目あるんですが、今回に関しては個人資産相談業務に限ってということなので、この3科目の、公表していきたいと思います。で、まあ、実際にはもうすでに試験日の翌日、10時に実施団体から回答が公表されていますので、まあ、そちらを詳細見ていただければとは思うんですが、ちょっと今回公表の観点からちょっと一旦回答だけ読み上げていきたいというふうに思ってますので、もう一度確認していただいて、今回まず学科試験から申し上げていきますが、60問あります。で、FP 試験は国家試験に関しては全て6割で合格となるので、60問ありますから、36問以上正解で合格ということになります。では、最初5問刻みで、まあ、科目ごとの5問刻みで申し上げていくので、で、今回受けられた方はお分かりだと思いますが、正しい場合には1をマーク、間違っている場合には2をマークということになりますけども、ちょっとそれ分かりづらいので、正しいものはこちら丸、間違っているものを×というふうに申し上げてきますので、そちらの方ですね、ご容赦ください。では、問1から問5までライフ見ていきますと、問1が×、問2が×、問3が丸、問4が丸、問5が丸、そして、リスクの問6から問10ですが、問6が×、問7が丸、問8が丸、問9が×、問10が丸。次、3科目目の金融が11から15です。問11、丸。問12、×。問13、丸。問14、×。問15、×。続いて、4科目目、タックスの16から20です。問16、1。問17、失礼しました。問16、丸。問17、×。問18、×。問19、丸。問20が丸。続いて5科目目の不動産、21から25ですが、問21が丸、問22が×、問23が×、問24が丸、問25が×。最後の相続です。26から30ですが、問26から、問26、×、27が×、28が×、29が丸、30が丸と。これがまず、整合問題の回答です。続いて三子択一ということで、こちらは1、2、3いずれかということになります。そのままの数字で、申し上げていきます。31から35が、31、2、32が3、33が2、34が1、35が1、36から40です。36が3、37が3、38が2、39が1、40が1、金融の41から45ですが、41が3、42が2、43が1、44が2、45が3、46から50の、こちらタックスです。46が1、47が3、48が3、49が2、50が3。次、不動産の51から55ですが、51が1、52が2、53が2、54が3、55が1。続いて56から60の相続です。56が1、57が2、58が3、59が1、60が1となります。ちょっと公表は一旦ですね、他の科目の答え読み上げを終えてからまた戻ってきますので、では続いて、こちらは FP 協会のですね、実技試験の回答を申し上げていきます。で、こちらはですね、問題が20問しかなくて、こちらは100点満点の、体系を取っておりますので、1問5点となります。なので、まあ、点数でいけば60点以上で合格、問題数でいえば、12問以上で合格ということになります。では、5問刻みで申し上げていきます。問1から問5ですが、問1が1、問2が3、問3が2、問4が1、問5が3。
続いて6から10です。問い6が2、問い7が3、問い8が2、問い9が3、問い10が3。そして11から15ですが、問い11が2、問い12が2、問い13が3、問い14が1、問い15が3。16から20ですが、問い16が3、問い17が2、問い18が2、問い19が2、問い20が1ということになりまして、12問以上で合格ということになります。ではちょっとまた公表については後ほど戻ってまいりますので、3科目目となりますが、金財のですね、個人資産相談業務に入っていきたいと思います。で、こちらなんですけども、配点というのがですね、実は関わってきまして、金財の実技は大問でいうと必ず5問です。5問。で、大問1問あたり10点の配点ということなんですが、小問が3つなので、まあ、単純に割ると 3.3333 となるので、1つの小問では4点というのが必ずあります。で、現在では実施団体からこの問題が4点だよというのを教えてくれるので、ですんで、ですね、ちょっとこれは難しいのが、問題数では合格が言えなくて、ただ言えるとすれば絶対に合格できるのが、10問以上正解があれば必ず合格です。10問以上で必ず合格です。ただ、9問だと点数の配点の関係上、30点に満たないことがあるので、まあ、必ず4点のところをですね、確認いただいて、それで、まあ、30点以上であればいいんですが、問題数で確認するならば、10問以上だと 3点が10箇所で、30点になるので必ず合格しますので、ちょっと9問の場合はですね、場合によっては、どちらも考えられるということをですね、踏まえて、でこちらではもう出ているものを申し上げますので、第1問のライフから申し上げます。で、1から3までですが、問1が答え2、問2が、正解が2、問3が3となります。で、配点なんですけども、問3が4点です。問3が4点。残りが問、残りは2、3点ずつとなりますから、合計すると10点になります。次、第2問の金融です。問4から問6ですが、問4が3、問5が3、問6が1となりまして、4点の配点が問4に来てます。ですので、問4が4点、残りが3点ずつとなります。続いて第3問のタックスです。7から9ですが、問7が1、問8が2、問9が2ということで、配点がですね、これも金融と同じく1番目の問7に4点というのが来ておりますので、残りが3点ずつと。で第4問の問10から問12ですが、こちらについては問10が3、問11が1、問12が1と。ということで、こちらも、問10の1問目が4点の配点で残りが3点ずつと。最後の第5問の、相続ですが、問13が1、問14が1、問15が3ということで、これだけですね、真ん中の問14が4点という配点で残りは3点ずつということになりますので、まあ、こちらで、点数でいけば30点以上、問題数でいけば10問以上で必ず合格なので、そういう形でご確認いただければと思います。では、早速なんでこちらは公表が重要かなと思ってますので、ちょっとまず学科試験から、まあ、簡単な公表を申し上げていきたいと思います。もちろん学科試験というのはこちら、まあ、3級に関しては、前半がですね正誤問題で、後半が三子択一問題ということで、もし自分だったらどっちが難しいかと聞かれたら、まあ、意外と私は、まあ、正誤問題の方が難しいと思ってます。知っていれば、丸か×かの判断ができますが、分からなければどちらか分かりませんので、そういうこと。でも三子択一は、まあ、必ずですね3級の場合だと1問はもうまあこれは違うよなというのはすぐ分かるので、残り2択であと組み合わせだったりするので、全部分からなくても一部のところから答えが導き出せるというところもあるので、まあ、どちらかというと三子択一の方が、まあ、自分個人的には難易度が低くて、正誤問題の方が高いと
思います。でもちろんこの正誤問題を解くにあたっては、産休の場合だとですね、なんとなく、あ、これは×っぽいな、これは丸っぽいなということで判断できるんですが、まあ、この中にいらっしゃる方、当然今後2級などを目指している方多いと思いますが、なんとなく丸、なんとなく×では、2級では合格できません。必ず、今回の選択肢は、まあ、丸の場合はまあそれ全部正しいから丸でいいんですが、×の場合はどこが間違っているのか。例えば年数でいけば5年だけども、これ本当は10年だよとか、そういうふうな形で言い換えができないと、2級では、今みたいな正誤問題が1つの問題に4つ入る形なので、そうすると、3級では高得点で合格できた。でも2級になると全く点数が伸びないというのは、なんとなしにやっているとそういうことが起きますから、今のうちからですね、そういう形で間違っているところはどこが間違っていて、どのように直せば正しくなるのか、これを理解しながらやっていくと2級はすぐに合格できますので、まあ、参考にしていただけたらと思います。では、まあ、第1問で、まあ、括弧1見ていただくと、こちらは行債問題のところで、個別具体的だと、アウト、一般的抽象的であればセーフということになるので、これは2級でも必ず、まあ、この内容が出るかというのは別として、まあ、専門的な資格を持っていない FP の行債問題は必ず出てきますので、こちらですね、ただ、こちらは任意貢献契約の受任者となること自体は、特にですね、問題はないので、こちらは、問題はないです。受任者になることは誰でもできます。もちろん禁止されている方以外ではできますので、まあ、こちらは別に弁護士法には抵触しませんので、間違っていると。で、括弧2番、これも選択肢の一つとしてはよく出てくるのが、労災の保険料は基本的にこれ労働者ではなく事業主が全額負担になります。で、あとは、雇用保険だと、これ折半で、ごめんなさい、全額とか折半ではなくて、通常は事業主の負担割合が多くなる。で、社会保険、健康保険とか、老齢厚生年、ごめんなさい、厚生年金、厚生年金にいいと思うんですけど、それは折半という、社会保険は通常折半というふうになりますので、そのように考えてもらえればと思います。はい。あとはですね、5番、括弧5番であれば、こちらはですね、制度自体が、まあ、実施団体が異なりますから、日本学生支援機構と政策金融公庫はまた別の組織になりますから、要件を満たしていればどちらも利用することは可能ですよということで、まあ、当たり前の話かなと思います。で、リスクの括弧7を見ていただくと、個人年金保険で、こちらですが、まあ、終身年金の保険料とあります。まあ、終身年金ということはつまり生きている間ずっともらえる、年金なんですけども、この場合は性別以外の契約条件同一であればということは、性別が違う場合どうなるかというと、この場合は平均寿命を考えていただければと思うんで、まあ、どちらが、これは平均上長く生きるかというと女性の方が長く生きますから、そうすると当然保険会社としては払う金額が大きくなるのは女性だから、女性の方が男性より高くなる、正しいというふうな形になります。で、一般的には死亡とかはですね、男性の方が早く亡くなる、寿命から早く亡くなるので、死亡保険などは通常は男性の方が保険料同じ条件であれば高くなるという関係になります。で、また最近だと括弧8の少額短期というのがよく聞かれるようになってまして、ただ少額短期に関しては、こういうようなですね、所得税法上の交渉対象にはなりませんので、こちらですね、対象にならない、正しいということになってきます。はい、では続いて、今度金融に移りまして、まあ、問い11見てもらうと、あまり最近ですね、まあ、2級の問題とか見ててもですね、買いオペの問題、日銀の買いオペの問題が出ることはあまりないんですけども、まあ、今回は日銀が国債買い入れることによってどうなるかというと、日銀が国債を買うということは、逆に国債が市場から日銀に向かい、で、日銀はその分資金を市場に供給することになりますから、通常お金が市場でダブつくような形になりますので、まあ、これが一般的な買いオペの話、まあ、お金が増えるということなので、これは正しいというところになります。逆に売りオペをするとですね、市場から資金を回収しますので、通常は利率などが高くなるというところになります。あとですね、13番のところなんですが、これですね、まあ、250万あって、まあ
年利 4% で、まあ、税金無視してですね計算した場合、3年間運用する、つまり3年後いくつですかというところですが、これぜひともですね覚えていただきたいのが、電卓でですね、まあ、自分なんかだと年利 4% ということは1年後は、パーセンテージを、通常通りにすると 1.04 なので 1.04 と電卓に入れてからかけるかけると、まあ、かけるを2回押してから、もうすでに 1.04 は1年後ですから、イコール1回目が2年後、イコール2回目が3年後なので、イコールを2回押します。そうすると 1.124864 と出ますから、ここにかけることの250万ってやっていただくと281万2160円ということで正しいということで、まあ、この仕組みが分かっていれば多分10秒ぐらいで解けてしまうような非常に簡単な問題 でこういう電卓を使った機能をうまく使いこなすとミスも少なくなるので、まあ、ぜひこういう機能も覚えていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、ではそうしましたらこれで金融終わり でタックス16から20なんですけれども、まあ、16番が一時所得の話があってですね、一時所得がありますと。で、一時所得というのは入ってきたお金で、それを得るためにかかったお金、まあ、今回400万か200万引いて、そこから特別控除額50万引けるので150万ですと。ただ、一時所得の場合はプラスで残った場合は半分だけが総所得金額に算入されますから、150万かける2分の1で75万正しいということなので、一時所得の計算はですねしっかり、頭に入れていただければと思います。あとはですね、まあ、19番は扶養の控除の話がありますけども、今後ですね、先に2級とか1級に向かわれる方に関しては、どうやらこのですね、扶養控除の特に高校生の、まあ、今回中学16歳未満ですから中学生以下を対象にしてますが、高校生のところが変わりそうなので、まあ、今後ですねそこら辺も意識しながらですね学習していただけるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、では21から25の不動産ですけども、まあ、例えば21の不動産の登記録のこちらですが、まあ表題部と、権利部、甲区、乙区があって、まあ、甲区が所有権の、内容が記載され、乙区がですね、抵当権、銀行などからお金を借りた場合の抵当権が記載されると、これ基本的な項目なので、しっかりこれは頭に入れていただければと思います。はい、また23のところでは、こちらですね、防火と準防火にわたる場合、まあ、建物が準防火と防火地域にわたる場合、どちらが適用されますかというところなんですが、これはですね、厳しい地域の規制が全てにおいて適用されますから、一部でも防火のところがあって、そこに建物がかぶっている場合は、必ず防火、今回のケースであれば防火地域の規制が適用されるということになるので、ここのところに関しては、特に、建蔽率とか容積率のあたりですごく大事になってきますから、こちらしっかりですね、今のうちに確認するようお願いしたいと思います。はい、では26から30の相続なんですが、まあ、久しぶりに見たなという27ですね、ちょっと読みますと、相続において養子の法定相続分は実子の法定相続分の2分の1となると書いてありますが、養子であろうが実子であろうが法定相続分自体については差がありませんから一緒です、同一です。ですからこれは、読んだ瞬間に即答で間違っているというふうにしていただきたいのと、あと28番が、墓碑、まあ、お墓ですね、お墓の、関係の購入代金で未払いだったものは債務控除の対象になるとありますが、もともとお墓とか仏壇とかはですね、これ先祖代々受け継がれるもので、これはそれ自体が非課税なので、ですから非課税なものに対して、例えば自分用にお墓を買ってお金払わなければ、もともとお墓自体非課税だからその分の未払いは引けないという考え方になるので、まあ、お墓買うんだったら現金で買った方がいい。そうすればその分減った分の現金だけ相続税が低くなるということなので、まあ、ここのところもしっかり理解いただければと思います。はい、では第2問の三子択一なんですけども、まず31のですねこちらの係数の話は、これ可能であれば3級でも今回も出てますし、2級でもかなりの頻度で出ますから、まあ、6つありますが、基本的には一対の関係になっているので3パターンですね、3パターンを理解してもらえればと思うので、
ちょっと今回は割愛いたしますけれども、しっかり理解いただきたいと思います。で、32ですが、これ学科試験で基本的に午前中行われる試験です。で、科目合格があるので、もちろん実技試験、例えば何かで、合格番号を持っているよといえば午前中受けて、それで合格されれば合わせ技で合格ということなんですが、同時に受験されている方であれば、必ずですね、FP 試験は午前と午後受けるときには、必ずですね、休憩中に、分からなかったところを確認してください。なぜかというと、今回32がですね、任意、継続被保険者の話なんですが、これはですね、任意って、2から始まります。ひらがなですが、任意の2から始まるので、2が絡みます。なので、32番は最初が、これ1ヶ月、2ヶ月の話だから2なので、2ヶ月、だから2番、3番しかなくて、そしてですね、次の丸2番も1年間、2年間、だから2年間なので、これだけで3番というのが、回答になるんですけども、実はこれ、確かどちらかの実技で同じ問題が出てる、同じような問題が出てるんですよ。例えば32をやった時に、あ、忘れてしまったと思った時には、それをですね、勇気持ってそのお昼休みとかに確認すれば、ちょっとどちらか後で見れば分かりますけども、その時にですね、あ、やったことが出たということで言ってんじゃないな、教会だったら、5点拾えます。一問拾うだけでも全然変わってきますから、そういうことが、2級とか先行っても起こり得るので、積極的にわからないことは調べていただいた方がいいのかなというところとなります。ちょっとすいません、ライフはこれで終わりとさせていただきまして、次リスクの、36からに入りたいと思います。で、こちらではですね、最近の破綻はないんですが、37のところで、国内での生保が破綻した場合ということで、こちらについてなんですが、生命保険はもう一つしかありません。これは責任準備金が、90% というものになりますから、こちらについては、責任準備金、それの 90% が保証ということなので、解約、今回、選択肢では解約返礼金というのはありませんけれども、解約返礼金ではなくて責任準備金の 90% が保証されるということになります。はい、では41以降の金融なんですけれども、ここだと典型的な問題としては、ちょっと今回ですね、景気動向指数の問題は他でも出てはいるんですが、ちょっと今回は、割愛させていただきますが、43番のこちらの債券の利回り計算ですね。で、債券の利回り計算は2級でも本当によく出てくるので、3級でも実技出てる可能性もありますし、2級行っても学科でも実技でも出る可能性があるということなので、これ必ずですね、できるようにしておいていただければと思います。その時に分母の金額と分子側のですね、またあるところが必ず同じになりますから、ちょっと今口頭だと分かりづらくなってしまうので、ちょっと説明は、いたしませんけれども、そこを見ていただくだけでもできるので、これすごくですね、分かりやすい問題なので、通常ですね、利回り計算するときには、買った時の金額で、どれぐらい儲かったかというのを決めていくので、その考え方が理解できていれば、そんな難しい計算ではないので、しっかりこちらは2級でも、すぐにできるように、今のうちにですね、確認をしておいてください。では、46以降の所得税なんですけれども、例えば、48はあまり重要じゃないんですけども、利子所得の話はですね、これは 20.315% 源泉分離課税というふうな形になってますので、これ見た瞬間にすぐですね、枠がなくてもですね、答えられるぐらいになっていただきたいと思いますし、あと基礎控除の話ですが、これは数年前に変わりまして、以前は、所得に関係なく一律、38万だったものが、現行ではですね、2400万以下は48万、そこから16万ずつ定減的に下がって2500万超えてしまうとゼロということになるので、今回は2400万以下ですから38万ではなくて2番の48万ということなので、これもですね、2級のところでも関わってきますから、しっかり確認いただくようお願いいたします。次、51から55のですね、不動産の問題ですけれども、例えばこれは3級でも2級でも必ず覚えておいていただきたいのが、
52番の都市計画法によれば市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域というふうな形でもう自分講義とかでたくさん言ってるんですぐ言えますけども、まちづくりを進めたい区域が市街化調整区域で、まちづくりを進めたい区域が市街化区域で、おおむね12年に優先的かつ、計画的にですね、市街化を図るべき区域という定義がありますから、市街化区域と市街化調整区域の定義はもう3級の時点でしっかり覚えていただければと思います。あとは53がセットバックの話があるので、セットバックの場合は、その敷地から見て反対側に建物が建つか建たないかによって、どこからセットバックされるかが変わるので、反対側に建物を建てれれば道路の真ん中から2メートル下がったところが、道路境界線。で、道路の反対側、敷地の反対側に、敷地の反対側に建物を建てれない崖とか川とか線路などがあれば、道路の反対側から4メートル下がった部分が道路境界線になりますので、そういう形でですね、理解いただくと、容積率、憲兵率のところでも、こちら必ず関わってきますから、しっかり、理解をしていただきたいなというふうに思います。はい、では続いてですね、56から60の、相続になるんですけれども、ちょっと今回ですね、自分が着目していたのは、相続時精算課税制度や、あるいは、年明けてしまったので昨年という表現をしますが、2023年、4月ぐらいからの内容がどれぐらい反映されるのかなと。で、相続時精算は2024年から、大幅に変わる予定なので、どうなんだろうな、出すとすれば改正が関わらないところだろうなと思っていましたけども、ちょっと先ほどですね、簡単に2級と3級の問題はざーっと眺めてはきているんですけども、そこで言えることは相続時精算は、出題がなかったです。だから多分どうしても絡んでしまう、その改正が絡んでしまうからおそらく出さなかったのかなと思うので、ただ、次の試験、5月試験、9月試験と、とうとう出てきますけども、おそらく5月もですね、様子見かなと、9月ぐらいから本格的かなというところがあるので、ぜひ、相続時精算、特に贈与税のところでは、変更点が多々ありますから、そこら辺をですね、しっかり確認いただければと思います。そこでですね、今回はその、税制改正と、法改正が関係ないところしか出ていないので、57番であれば、贈与税の配偶者控除は婚姻期間20年以上で最高2000万というところなので、これはすぐに2番が選べないと逆に言うといけないのかなと思いますし、で58番であれば、法定相続分というのがあります。でこれは特に何も指示がないので原則通りの民法上の法定相続分というふうに考えてもらえればと思うので、相続の場合はですね、順番決めることが重要なので、今回親族関係図見ると A さん B さんの間にはお子さんがいないので、じゃあ2番目のお父さんお母さんすでに亡くなってます、で、兄弟姉妹、第三順位の兄弟姉妹が、存命であるということなので、そうすると、今回は妻 B さんが、3/4、残りの兄弟が1/4を2人で均等に分けるということなので、今回妻の、相続分聞いてますから3番というふうになりますから、こういうところもですね、スムーズに答えられるようになってくださいということなので、ちょっとざっとではありますが、3級の問題見させていただいた限りは、基本的な学習をしていれば、毎回そうなんですけども、基本的な今みたいなところの、よく出るところとか、しっかり頭に入れておかなければいけない項目とか、そういうのがしっかりできていれば、特にですね、難しい試験ではないかなと思いますので、このままやっていただいて、ただ冒頭でもお話したように、3級の場合はなんとなくで選ぶとですね、2級に行ってから非常に苦労しますから、今のうちにですね、ここが間違っているという判断ができると2級って本当楽になります。でもその学習できないと2級行ってからですね、3級では本当に満点近くで受かったのに、なんで2級ではこれしか点数伸びないのかというと、それがもう今のところが決定的なですね、原因となりますから、そういう形でですね、今のうちからしっかり学習をしていただければと思います。はい、では続いてですね、今度は協会のですね、資産設計提案業務、ちょっと20問を先にやらせていただきますので、ちょっと近在の方少々お待ちください。
では、まあ、12問以上で合格ということで、まあ、教会の実技もですね、正直言うと ほとんど傾向は同じですから、まあ、過去問をしっかりやっていれば、まあ、ほぼ合格できるであろうというところとなります。で、問1見ていただくと、これは学科の、問題1問でもそうでしたが、行政問題ということになりますので、これ不適切なものを選ぶというタイプですが、この場合だと、まあ、もう明らかに1番ですよね。1番が、不適切だと。なぜかというと、税理士登録を受けてない FP が、まあ、無料相談会という、まあ、無償ではあるけれども、相談者が持参した資料に基づいて、相談者が納付すべき所得税の、この後です。具体的な税額を計算したと。確かに計算はできると思います。やろうともできると思いますが、これは税理士の独占業務になっています。ですからこれはいけないということなので、個別具体的なところに踏み込むとアウトとなります。ですから今回は1番が具体的という表現があるので、こちらはアウトで、2番はお金、まあ、有償でというところはありますが、2行目にある一般的な商品内容、まあ、一般的でとどまってますから、これはセーフで、3番についても、これは実際には、運用団体が公表している運用報告書に基づいて、記載内容の説明ですが、これも具体的ではありますよね。ただ報告されているもの、ただこれはこういうものですよと言っているだけなので、これも個別的とは言い切れませんから、まあ、これはどう考えても1番が間違っているということで、1番が不適切、正解だというところになります。次、問2番ですけども、これはですね、キャッシュフロー表ということで、2級に行っても、もう少し細かくはなりますが、キャッシュフロー表が出ますので、まあ、ここのところの、まあ、いいうってありますが、いうのところで、まあ、いを出すためには、収入の合計を出して、あとは基本生活費などがあるので、で基本生活に関しては、1% 上昇するということになっていますから、まあ、それをですね、基準年の593万円に 1.01 かけて、あとは万円未満の端数についてはですね、四捨五入と書いてあるので、そのルールを守っていただければ答えは出てくると思うので、そういう形でやってみてくださいというところで、あとは今回はお子さんに関しては、お子さん2人いますけども、まあ中学から高校入学がありますが、長女に関してはまだ中学入学絡んでませんから、特に独立ということはない。ただ教育費に関してはですね、入学時にかかる可能性もあるんですが、今回は金額も埋め込まれていて、まあ、特にここは何もないので、そこは無視していただいていいのかなということで、これが2級あたりになると、例えば、私立高校入学しました、そこのタイミングで何十万ボーンと上乗せされるとかということもあったりするので、そういう指示を読み落とさないようにしていただけたらと思います。で、次、第2問のところで金融が出てきました。で、金融がですね、2級でも同じような形で第2問で出てきます。で、今回は三子択一なので、答えがですね、まあ、基本的にあるので、まあ答えやすいんですが、2級の問題って本当に答えがなかったりするので、なのでつまずくとですね、すごく時間かかってしまうので、まあ、ここのところは、まあ、3級であれば、頭から解いてもらってもいいかもしれませんが、2級になった時にはちょっと解き方については気をつけてもらって、でただ問い3についてはこれは PBR とか、まあ、配当成功とか配当利回りという典型的な計算式で、まあ、3級だとまあ覚えなくてもいいかなというところはあるんですが、2級に行ったらこれ必ず要暗記ということになりますから、まあ、こういうところの計算式を覚えておけば2級では本当すぐにですね、答えが得られますから、今のうちですね、2級を目指す方であれば投資指標の計算式は覚えていただけるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、で先ほどの学科試験でもそうでしたが、景気動向指数の問題がこの問い5というのでも伺えるので、まあ、なので先ほども申し上げましたけども、もし分からないことがあればですね、確認いただいた方がいいよということで、確か学科試験の、41ですね、
41で、完全失業率の話があって、こちらはどこどこに採用されていると。で今回はその、学科試験の場合は、完全失業率が専攻一致地高のどれかというのを選ぶんですが、これ、今回の実技試験の問い子を見てもらうと、地高系列の中に完全失業率が入っているので、ですから、学科試験は、地高系列であるということが分かるんですが、だから例えばその問題が分からないときにはここを探せば、そこで一度ですね、その、試験前に見るだけで先行系列でどんなものかイメージしたりとか一致系列とか地高とかそういうのをやっておけばですね、ある程度ここのところって、5点取れる問題ではないかなというふうに思うので、昼休みに、必ず復習する。よくあるのは試験は変わる試験、科目が変わる試験は絶対に振り返るなということはあるんですが、同じ、出題範囲から出てるただ聞き方が違うだけの問題ですから、ぜひここは積極的に復習してもらうといいと思います。あとですね、第3問の問い6はですね、これは資料の右側に指定憲兵率、指定要請率とありますけども、今回の問題自体は延べ面積の話をしていますから、ここで大事なことは延べ面積を聞いてるんだから憲兵率は関係がないという判断をしてほしいんですよ。でその判断をして容積率を使う。ただ3級にしてはちょっと、これは難しいかどうかと言われるとちょっと微妙ですが、今回は、前面道路が12メートル未満になってますから、前面道路×方程上数と指定容積率でいずれか小さいものを取らなければいけないので、 6×10分の6やると360%で、指定容積率が 400% ですから、今回 360% 採用されますから、300平米×、360% で1080平米というのが回答です。でもしこれが前面道路がですね、4メートル達しなければ、ここのところでも面積が小さくなるということになってくるんで、そういう関係もあるので、セットバックとかも非常に重要となりますということになります。で続いてですね、7、8はもうちょっとすいません。で、8もですね、市街化調整区域の定義があったりとかあるので、ちょっとこれ見ると、なんかどうやら今回の学科試験は、協会が作ったような気がするんですが、それはさておきということで、で第4問がリスクに関する問題です。でリスク見ていただくと、問い9を見るとですね、今回、こういう、今回の交通事故で、手術受けましたという話ですが、こういう形の問題、必ず2級のところでも保険証券の読み取り出ます。で例えば、今みたいな形になりました、あるいは病気で何日入院して、例えばがんで入院して手術してとか、あるいは、三大疾病の、特約ついているケースで交通事故で亡くなった場合いくら出るかとか、そういう形の問題が必ず出てくるので、ここのところも、全部読み取る必要ないと思うので、今回の場合だと、下のところを見てどんな、病気で、保険金をもらうのかというのを確認しながら、約款見ていただくといいと思うんで、ちょっとこの手の問題はちょっと時間若干かかるかもしれませんが、慣れてくればそれほど難しくないかなと思います。問い10はですね、これは下に、側線表があるので、ここに入れていただければいいので、今回は資料の左側が保険料の、一般の新生命保険料で、右が、一般、この場合新しかありませんが配合保険料なので、上限が8万ということなので、この場合だと、ちょっとこれは電卓なくても、自分ちょっと暗算でやっていったら、これ7万のやつしか回答としてはありえないだろうということで、3番になると思うので、ちょっと2番はもうこの場合ちょっと、いや計算しければ分かるんですがありえないので、3番に必ずありますということで、やっていただければと思います。はい、では、第5問の問い12なんですが、青色申告ということで、今はですね、今年から新しい、改正電子帳簿保存法なども始まったということで、昨年の10月からインボイス制度が導入され、また今年の1月改正電子帳簿保存法ということもあるので、ここら辺のところは2級でも聞かれてくるところなので、ぜひ問い12のところはしっかり確認いただければなというふうに思います。ちょっと、詳細は割愛させていただきます。で第6問の、相続が、2問ほど問題はありますが、これもですね、子供がいないケースで、先ほどでも学科試験でもあったような形で、兄弟姉妹が、相続人となるケースで、学科と違うのは代収相続発生するケースなので、ただとはいえ、こちら先ほどの学科試験のところが分かっていれば、多分これも即答できると思うんで、ここは難しくないなというのが正直な感想です。でまた第、
問17問ですね。でこちらがですね、バランスシートの話で、バランスシートの純資産に括弧あとあります、これを求めるというタイプですけども、これ2級でも必ず求めさせられて、で FP の場合は、買った時の取得原価ではなくて今売ったらいくらなのかという時価がベースになっていくので、まあ、それは時価はまあ節例とかのところにあるので、それを求めながらですが、ここのところできるとかなり、得点も取れるということなので、まあ、この純資産必ず求められるようになっていただければなというふうに思いますので、ちょっと残りはすいません、時間の関係上割愛させていただこうかなと思うので、これで協会実技のですね、公表などを、公表解説を終わらせていただこうと思います。では最後、残った時間で、現在のですね、個人資産の、公表をさせていただこうかなと思います。でまあ、こちらですが、最初がですね、まあ、年金の問題ということで、まあ、年金の問題よく出てくる話なので、ここら辺のところですね。で老齢基礎年金の場合はですね、20歳から60歳までの分ということになってますから、まあ、今回は A さんが、大学生の時には、おそらく大学生だと思いますが、国民年金保険料未納があるので、まあ、そこの部分はないけれもらえないけど、他のところは厚生年金とか、あとは途中から国民、年金を、納付しているので、それが対象になってくるということで、それが頭に入っていれば、答えはすぐに、2番が出るかと思います。はい、あとは小規模企業共済の話があるので7万とかですね、まあ、ところこれはまあなんとか正解取っていただきたいなということで、ちょっとすいません、そんな難しくなかったので、第2問の金融です。で先ほどもちょっと別の科目のところでお話ししたんですが、問いを見ていただくと、投資指標に関してということで、PER、PBR、ROE、まあ、ここにはないですが ROA とかで、下でも配当成功とか配当利回りとか、こういうものはまあ3級でも出てますし、2級いったら本当にこれ必ず出てくるところなので、まあ、今のうちからしっかり計算式頭に入れておきましょうというところになりますし、あと問6もですね、最終利回りというところがありますが、債券の利回りの計算式頭に入っていればこれも難しくはないので、今のところで言えば、まあ、問4、問6あたりは完全に正解取らなければいけないところかなというところになります。で第3問のタックスですが、まあ、総所得金額とあるので、まあ、総合課税の分を集めていけばいいんですが、まあ、今回の場合だとですね、節例から見ていくと給与収入があるので、これをですね、給与所得に変えなければいけない。だから給与所得にあたっては資料があるので、そこから持ってきて、あと不動産はもう所得となっているので、これ以上何もしなくていい。あと一時払いの要領がありますが、今回は、受け取った金額350万、払った金額330万、20万プラスですが、特別控除額50万使えばもうゼロになりますから、まあ、給与所得プラス不動産が今回の、総所得金額の金額ということなので、まあ、やっていただければ難しくはないかなと思います。あと問い8がですね、基礎控除、扶養控除、配偶者控除とありますが、基礎控除はもうすでにもう48万となっているので、最高で48万。あとはそれが所得2400万から50万ごとに16万ずつ下がっていくと、で2500万超えたらゼロとなりますから、ここら辺も頭に入れていただければということになります。まあ、あとはちょっと、所得控除の話もちょっとこれは、確認いただければと思います。で、第4問の不動産になりますけれども、まあ、ここのところもですね、問い10見ていただくと、憲兵率の上限と、容積率の上限ということで、まあ、2級でもこの手の問題よく出ます。で、この時に注意いただきたいのは、まず今回、公土地というのがどういう土地なのか、どういう地域にあるのかというと、まあ、資料のところ、説明にありますけれども、これは防火規制というところを見ていただくと、必ず準防火、まあ、防火でもいいですし、準防火というのがあったら、これが出たらすぐにですね、頭の中で、耐火建築物という言葉がないかというのを確認いただきます。そうすると今回は問題文の中で、冒頭ですぐに公土地に耐火建築物を建築とあるので、これだけで 10% 憲兵率が緩和です。緩和で、あとは緩和については過渡地の話があるので、特定行政庁が指定する過渡地かどうかというのは、絵の下の図の下にですね、一つ目に公土地は憲兵率の緩和について特定行政庁が指定する過渡地であるとあるので、これでも 10% 緩和ということで、今回はもともと指定憲兵率が 60% ですが、そこに 20% 上乗せされるので 80% で計算をしていくと。でもう一つの、
延べ床面積は容積率を使っていく、いきますが、今回全面道路がどちらも12メートル未満となってますから、この場合道路幅の広い6メートルを使うので、6×法定乗数が10分の4ですから240%で、指定容積率が 300% だから 240% 使っていくので、セットバック関係ありませんが 300×240% ということで答えは出てくるはずなので、まあ、これがスムーズに、まあ、2級いっても、ちょっと今みたいに、まあ、私も何度も何度もやってるんですぐ解けますけども、できるかどうかは別なんですが、こういう形でポイントポイントをしっかり掴んでいただければですね、この点の問題は本当に2級でも出てきますから、もうちょっと細かい条件になるかもしれませんが出てくるので、しっかりできるようにしていただいて、で最後の相続なんですが、でこれがですね、まあ、相続時精算は出なかったけども教育資金は出たよということで、ただ教育資金のですね課税の話、実際の、最後の時に使い残しがあった場合の話にはつながってないので税制改正は今回関係ないんですけども、まあ、ここのところですね、まあ、教育資金の、まあ、税制改正の関係ないところが問題が土井13出て、あと土井14は歴年課税の贈与税の計算ですから、まあ、これはしっかり600万から110万引いて、あとはですね誰から A さんから、長男 C さんが贈与を受けたので直系相続になりますから特例贈与財産、ただ C さんの年齢を確認しなければいけない、 C さん47歳で通常通りなので特例贈与財産の税率で計算していけばいいのかなと。であと15については相続開始時の、まあ内容ですが、まあ、これに関してもですね、まあ、ちょっと、まあ、見ていただければと思いますが、若干ちょっとこれは難しいかもしれないですけども、とはいえ、最初の問題や問い14は、まあ、贈与税の計算をこれできなければいけないかなと思うので、こちらについては特にですね、基本的な学習をされている方であれば、できる問題だと思うので、まあ、学科試験から通じてそうなんですが、学科試験も今回は、団体が違いますが、実技試験、まあ、出題形式は違うかもしれませんが、同じ学習してもらって全然ですね、対応はできますので、まあ、こういう形で3級はまあ一つの足がかりになってますから、これをきっかけにですね、なんかもっともっと、詳しいことやりたいなと思われたらぜひですね、2級に来ていただければというふうに思います。はい、では時間になりましたので今日はこれで終わります。皆様お疲れ様でした。